こんなところで何ぼーっとしてるんですか？ま、先生は普段ぼーっとしててもいざとなれば頼りになりますもんね。そうなんですか？じゃあ何か考え事してたとか？なんか先生って何を考えてるのかわからないとこがありますよね。表情が乏しいからかな。ほら、笑って笑って、こちょこちょこちょ冗談ですよ、冗談。怒らない怒らない。ところで次に戦う時なんですけど、私を後方支援に回してくれませんか？ほら、私みたいな弱っちいのを戦場に立たせても役に立ちませんし、むしろいきなりやられたら士気にも関わっちゃうかなって。先生の目は節穴？このか細い腕に何を期待してるんですか？その分後ろからみんなを応援します。そしたら男子の士気も急上昇でしょ。だから私は本気を出しても弱いんですってば。私身近にやたら強い人がいたから。あ、兄さんのことなんですけどね。だからわかるんですよね、私がどんだけ頑張ったって無理って。人には向き不向きがあるわけで。だから適材適所が大事なんですよ。じゃあお願いしますね先生。ここで先生が怠けてたことは内緒にしといてあげますから。ねえ先生、この修道院にいる人たちって真面目な人が多いですよね。クロード君もああ見えて自分の仕事はこっそりきっちりやってるみたいだし、みんな誰に言われなくても訓練に励んじゃって、いざ戦いになれば命を懸けても仲間を守るみたいな感じでしょ。そんなことないですよ、私が普通でみんなが真面目すぎなんですって。私に言わせれば命がけで戦うとか意味わかんないですから。どんな死に方でも死んだらおしまい、助けた仲間の顔すら見られないんですよ。それよりも一度きりの人生をいかに楽しく過ごすかが大事だと思うんです。進んで苦労を背負うような生き方は人生の無駄遣い、そう思いませんか？まあ先生や他の人がどう考えようと私は私なんで。というわけで次の作戦でも私は後方支援ってことで。硬いこと言わないで。お、ね、が、い。もちろんお礼だってしますし。何がいいですかね。あ、じゃあ一緒に町にご飯でも食べに行きます。高嶺の花のヒルダちゃんのご飯なんてみんな羨ましがりますよ。まあまあ考えといてくださいね。先生、私を支援に回してくださいって言いましたよね。なんで戦場に。まあでも私のこと守ってくれたから文句は言えませんけどね。もしかしてちょっと怪我してます？私のせいだったり。違わないですよね。なんでそんな無茶するんですか。仲間は助け合うものだとか言いたいのかもしれませんけど、目の前で先生が敵に襲われてたとしても私は多分助けてあげませんよ。変な期待されても困るんですって。私はね先生、話したと思うけど優秀な兄さんがいるんです。身内のひいき目なしで強くて賢くて優しくて完璧な人。クロード君が出てくる前は次期名手になんて声もあったくらい。ああ、今の話ローレンツ君には内緒ですよ。
この手の話にうるさいから。で、当然親は兄さんに期待するし、兄さんもそれに応えようと頑張ってる。誰も私になんて期待しないし、面倒なことは全部誰かがやってくれた。そういうのが当たり前だと思って生きてきたから。まあ、期待に応えられなかった時のことを考えるとゾッとしますし、兄さんを見てきたから知ってるんです。そんな時周りがどんな反応をするか。勝手に期待して押し付けて、失敗するとがっかりした顔でこう言うんですよ。ああ期待外れだったなって。そういう時の兄さんはすごく辛そうだったね。だから私には何も期待しないで、答えるつもりもありませんから。はあ、頑固ですね。わかりましたよ、勝手に信じててください。私だって先生や仲間の役に立ちたい気持ちがないわけじゃありませんから。その代わり裏切ることになってもがっかりしないでくださいよ。先生、こんなところで何ぼーっとしてるんですか？まあ、私も人のことは言えませんけどね。ここまで来るのに、私も結構頑張っちゃったな。もっと楽して生きるつもりだったのに。これって先生のせいですからね。先生が勝手に私のこと信じちゃうからですよ。私が失敗しても何も言わずに優しく見守ってくれちゃって、そんな風にされたら次は頑張ろうってなっちゃうじゃないですか。ほんと先生のせいで迷惑してたんですからね。そう言ってくれるならまあ許してあげますか。でもこれで頑張る日々ともさよなら。平和な時代を楽しんじゃいますよ。なんでですか、もう戦わなくていいのに。この指輪ってつまりそういうことですよね。これを受け取っちゃったらこれからも先生のことを支えていくことになりますよね。これから先生すっごく大変そうなのに、その苦労は私にも背負えって。せっかく解放されたと思ったのに、それはあんまりじゃないですか。またそうやって私に勝手な期待をして。でもそんな風にされたら受け取るしかないじゃないですか。でも一つだけ条件をつけてもいいですか。先生の期待に応えるのはこれが最後です。これからは私がやりたいって思ったことしかやりませんから。私が先生を支えたいと思う限りはどんな苦労をしてでも支えますけど、私のこと大切にしなかったらその時は分かりませんからね。では慎んでお受けしてあげますか。この先もずっと私のこと見守って思い続けてくれるって信じてますからね。